ジュエリーの思い出というとその時にいただいた品物たちがやはり私のためにと送ってくださった方がいるんだなと思うと本当に感慨深いというかう幸せなものだなといまだに大切に保管させていただいてて、まあ、たまに娘なんかに見せるとまあ目をキラキラさせて「これいつか私につけさせてね」って言うんです。あの 宝石の素敵なところって、いつまでたってもやっぱり輝きが変わらないというところだなあと思うんです。あの輝きが変わらないっていうのは、それはやはりここでここにある全てのものがきっとそういうものだと、私は信じて、この先もあのジュエリーを見ながら、あのそれを考えながら生きていきたいなと思っております。